長岡京物語の中で間違いがありますので、訂正させていただきます。一番大きな間違いは史実ですが、歴史的には784年の11月から785年の10月までというのが長岡京に都があった、置かれた年なんですが、それを あの、朗読の中でを往々にして784年の10月からというふうに間違えて、で、785年の11月までというふうによく間違えて説明してしまっています。これはできるだけ直したいんですが、今あまり技術的にうまくないので、それができません。そのうち直すようにします。それから、 あとは、あの、読み方ですけれども、あの、女の肝心の肝と書いて、女肝と読むそうです。ところが、最近の言葉だと女肝と読むようになっていますので、つい女肝というふうに、あの、間違えて発音してしまうという場合がありました。お詫び,お詫びいたします。で、3番目が、あの、人の名前でよく出てくる くだらの小日子に騎士、名神という人なんですが、この方は名神という場合もあるし、名神という場合もあるということなので、どちらかに統一するべきなんですが、往々にして間違えてどちらも使ってしまうというようなことがありました。申し訳ありません。四つ目の訂正です。いよい女王の立場なんですが、 生児とした部分、生児代理とした部分がない児とした部分があります。これは統一するのが少し難しいので、ストーリーによって言葉を使いを変えています。そして、同じようにくだらの子に指名詞の方も、内蔵としたり、肖像としたり、肖像代理としたりというところがあります。これも、 熱心に聞いてくださっている方にとってはこの整合性がないことが気になる方もいらっしゃるかもしれませんもう少ししたらきちんと方針を決めましてあの全部直すようにしたいと思います今のところは作り話だと思ってあのこれで許していただければと思います次は訂正というよりもあまりにも 説明が足りなかったかなと思われるもので、ランダムなあのことを思い出すわけですけれども、くだのキス王というのが、あの、いました。で、この方の末裔ということで、藤井、藤子という人が、ある物語に現れていますけれども、このキス王というのはくだの14代の王様でしたから、それを、 きちんと入れなかったことがちょっとまずいかなと思いました。それと、カムテのご聖母の高野の新サという人がやはりクダラの王様の末裔だったということをどこかで言っておりますけれども、これはブネ王というクダラのやはり25代の王様ですので、かなり下がった、まあ、下ったというか、あの世代の方です。ですからそれだけ、まあトライ系の方が日本へ たくさん来ていた長い間にわたってそれぞれ違う時代に来た方たちでもあのご先祖様を大切にしてでいろんな記録を自分たちなりに持っていたということがわかると思います最後にディスクレーマーになりますがつまり曖昧な記述であるとか王道ではないメインストリームではない記述があった場合にそれを言い訳しているということです 調調べべるることはできるだけ調べましたただその先が大本の古典や漢文を調べたわけではないので私の勘違いであるとかそれからその訳してくださった方の解釈してくださった方のまあ史実ではない情報かもしれませんでそれらをそのまま丸呑みしてしまっているところがあり。 真剣に歴史を習っている方にとっては面白くないところが結構あるかと思います。それは、まあ、作り物だと思って許していただければと思います。どこからそのような情報を得たかという資料や情報の出所が全く入っていませんが、主にあのインターネットで言いますと Wikipedia とかそれに関する辞書類ですね。それと、あとは 万葉集であるとか、古事記であるとか、それ、現代語版の方です。それと、あの、美術館や博物館に、まあ、日本や韓国、まあ、台湾などで何回か行っておりまして、その時に、まあ、調べたことという、まあ、知った、自分で分かったと思うことなどを入れております。全くの私の憶測の場合である、 時にはできるだけそれをわかるように表現しているつもりですがあまりないかなと自分では思っております。最後に一つ付け加えますと友情出演というか特別に会話の中で声を変えた方が良いというふうなご意見をいただきましてお二人に手伝っていただきました。 一人はシンディという方で私のサンフランシスコにおける親友です。もう一人はミサエさんと言い,いまして、この方は私の本業が同時通訳なんですが、時々パートナーを組ませていただいている、この方もとても大事なお友達です。で、この二人があの入ってきております。また他にお願いできる方がいれば、その時には 名前を入れさせていただこうと思います。これまでには入っておりません。それでは長くなりますので、これで終わりにいたします。ご静聴ありがとうございました。